世界中で毎年約500億匹の鳥類が南北を往来し、適切な生息域を探すために長距離の移動をします。渡りは鳥類の宿命であり使命でもあります。天空での舞踊りは鳥類の超越な能力を伝えるだけでなく、生態系のささやかさと繊細の野生の美を表します。初秋の前後、日の出と日の入りの位置は南半球へ移動し、北の冷たい空気が南側に吹き始めます。小型のスズメたちはこれらの微小な変化を察し、迷わずに渡りを始めます。この一国から北側で繁殖を行った趙軍は代々の渡り経路を引き継ぎ南へ移動します。鳥類は渡りの途中、たくさんの休憩や採食の中継地が必要です。中継地がないと長距離の渡り旅はできません。金門、大陸との円形沿岸中間に位置し、150平方キロメートルの自然豊かな小さな島です。東アジア、オーストラリア鳥類の渡り経路上にあるため、多数の鳥類の南北往来の重要な拠点となっています。内陸の環境と比較し、島の海岸地帯は高い比率を占め、永遠とつなぐ潮間帯や湖の湿地には毎年たくさんの水鳥が停留します。陸上は森林、灌木、田んぼの組み合わせにより各種の微生育地が成形され、数たくさんの水鳥が停留します。金門の300種類以上の鳥類記録の 87% がコウドリです。そのうち冬の渡り鳥が約70種類、夏の渡り鳥が13種類、旅鳥は127種類を占めています。コウドリは旅の危険を恐れず、南北を渡るのにはそれぞれ異なった理由があります。長期的進化から見ると、鳥類の渡りは温度降下や食料減少など本能的な進化だと考えられています。また季節的な渡りは日照りの長さや温度の変化、食料の確保などから行われます。例えば鳥類の成長ホルモンの分泌は日照りが長い時は増え、生鮮の発育を促成し膨大します。これが春節以降にコウドリが北へ移動し太陽を追いかける原因だと考えられます。鳥類は地球上で移動速度が一番速い動物です。移動するときは季節風を利用し、エネルギーの消耗を防ぎます。多数の大型鳥類は生まれつき広大な翼を持ち、飛翔を得意とし、上手に上流気流を利用し昼間に渡りを展開します。気流を利用する鳥類は昼間にしか飛行ができません。事実上、昼間渡りは翼が過熱化する可能性があり、飛翔猛禽に襲われるリスクもあります。ですからツバメ、セキレイ、ムクドリなどの小型鳥類は夜間飛行を行います。彼らは天体や地球の時期を感知して航海しています。ハマシギたちは北オーストラリアからシベリアへ1万キロの飛行を旅します。長距離の渡りは
体力を消耗するだけでなく、その過程には未知が秘められています。ハマシギに似たような水鳥は生涯水辺に生息しますが、泳げず水面に止まれません。彼らは長時間海を飛び渡りきらなければなりません。数日以上に達する場合でも休む暇はありません。渡りを理解するため、生物学者は足輪や小さな旗を足につけたり、無線機で追跡を行ったり、鳥類の知らざれる一面の謎を徐々に解いてきました。足旗は渡り経路の調査において重要なツールの一つで、世界各地の研究員は金属輪と違う色の旗をハマシギにつけて放鳥しています。国際間で協力し合い、これらの鳥を探し、足跡がついている鳥類を回収します。台湾の足跡は白とブルーです。このオレンジとブルーの足跡の教祖時期はオーストラリア、タスマニアで、黒と白の足跡は大陸スーメイ島で放鳥され、金門を中継地点としています。足跡の色彩の観察を通して、私たちはハマシギの中継地点と渡り経路を容易に把握することができるようになりました。衛星測位システムで無線機がシグナルを伝送すると、研究員は迅速に鳥類の動態を把握できます。海を渡るオグロシギを追跡しました。彼らは渡りを行い始めたら1週間飲まず食わずに飛行を続け、目的地まで着くまで休みません。鳥類は比較的晴れている時に渡りを行いますが、悪天候に遭遇する時もあります。体が弱い鳥や病気になった鳥は途中で群れを離れることもあり、渡り経路からはるか遠く離れる鳥もいます。これらの鳥を鳴鳥と呼びます。金門で発見する鳴鳥は全体の 13% でかなり高い比率です。例えば三高鳥、カワビタキ、高麗ウグイスなどです。鳴鳥は大概予想外、あるいはやむを得ない状況からですが、これらにより多数の多様性が見受けられます。多数の渡り鳥の中で冬鳥が金門島と一番密接な関係を持っています。冬鳥は毎年秋以降に金門に到着し、冬を過ごし、翌年の春節に北へ戻って繁殖を行います。塩マオビがもたらす食物は豊富です。毎年多数のシシギが金門で冬を過ごし、10月以降に続々と到着し、翌年の 4、5月までいて北へ戻ります。シギ科とチドリ科の種類は多様で、羽の色と形態も変化に富んでいます。各種のシシギのくちばし、体の形も各自異なっています。このような違いは長期的な変化の適応によるものです。長くて曲がったくちばしをしているのは大尺シギです。朝鮮の付近で食料をついばんでいます。くちばしの上には小さな触感神経があり、泥地面に差し込んだ後、定性動物の振動を感じられます。セイタカシギは細くて鋭いくちばしを利用し、水面あるいは地面の小型昆虫や軟体動物をついばみます。彼らは歩きながら食べることができるだけでなく、深い水域でも食料探しができます。塩水が引いた後、一部の小型のシシギは群れで現れ、潮線付近で水浴びをしたり羽を整えたりします。
干潟が現れると各自が分かれて食料を探します。食料の供給源を潮間帯に託している鳥類のリズムは潮汐と全く同じです。満潮の時は海水が干潟を覆ってしまうので、鳥群は潮水が引くまで岸辺で休みます。休みの時でも各々が警戒心を持って目をパチクリさせ環境を観察しています。彼らは群れをなしているため、自然に綿密な観察ネットが出来上がり、少しでも変化があると飛び去っていきます。獅子木は飛行を非常に得意とし、羽の完全性を保つために彼らは丁寧に一枚一枚の羽を整えます。そして微子線から分泌される油を羽に塗って水を跳ねかせ、より滑らかに見せます。金門地域の水域は広く、魚類資源も豊富であり、魚を食料とするたくさんの鳥類もここで冬を過ごします。たくさんの水鳥の中でサギが最も優雅で辛抱強い鳥です。シロサギは低水位置で辛抱強く獲物が近づくのを待ちます。彼らは足指を前後に動かし、隠れている小魚を追い出します。シロサギの胴体は長いので、簡単に水中の魚をついばむことができます。クロサギはもともと金門の名鳥でしたが、おそらく食べ物の魅力からでしょう。現在では毎年定期的に往来し、現地の冬鳥になっています。ブルーの翼の影が輝き、長く硬いくちばしの中にはすでに戦利品が一つあります。ヤマショウビンは最も色鮮やかな旅鳥だとされています。10月中旬頃に群れとなるオニアジサシが水域で休憩する姿を見ることができます。アジサシの中で体が一番大きく、赤い粗大なくちばしが特徴なため、中国語では赤いくちばしの巨大アジサシと言われています。都鳥は非常に細長い円麗なくちばしがあり、殻を開けるための特別な構造をしています。東北の季節風が強くなると、およそ10種類のガンカモは金門に戻り、水域の付近で活動します。ガンカモは雑食性の鳥類であり、食料探しの方式はいろいろです。オカヨシガモとオナガカモは足指で水平を保ち、頭を水の中に突っ込み食料を探します。ミズカモはガンカモ科の中で体が一番小さい種類です。短く小さいくちばしを運用して干潟の食料をろ過します。キンクロハジロの潜水技術は非常に熟練しています。水面から飛び立った勢いで水中に潜り、水底底層にある食料を捕らえることができます。時にはガンカモも機械主義者になります。オオバンが潜水して水底の食料に噛みつき、水面まで持ってきた時に他のガンカモがやってきて食料の取り合いになることもよくあります。多数のガンカモは湿地で冬を過ごす時に大量の鳥糞を残します。それらのタントリンは湿地生態系を維持するのに役立っています。
風の木馬大林生息地に集まるカワウは12月以降群れをなし、その数は徐々にピークに達します。毎朝数千以上のカワウが夜間生息していた場所の上空を飛び回り、集結し一緒に外界へ食料探しへ旅立ちます。カワウの捕獲率は非常に高く、数量の優位性を利用して次々と魚群を囲みます。その集結している姿はまるで漁網のように簡単に獲物を捕らえることができます。夕方、海上から食料探しを終えたカワウは次々と生息地に戻って休みます。彼らが任意に集結する群れは風のリズムによって上下に舞い動き、その壮絶な飛行姿は最も魅力的な自然の奇形です。水域で活動する鳥類は多様なだけでなく容易に観察ができます。陸上で越冬する鳥類は比較的少数であり分散しています。畑作のハタネズミの動きは常にノスリとハヤブサの目を引きます。ヒタキ科は地面や灌木付近を歩くのを得意として小型昆虫を捕らえます。彼らの体は小さいですが、灰色は非常に冷細で色々です。そしてメスとオスの体色はかなり異なります。ホオジロ科の鳥類のくちばしは短くて太い円錐状です。草や種を主食とし、全身の特徴は暗い灰色をし、縞模様があり典型的な灌木鳥類だといえます。セキレイ科は歩きながら快速についばみをすることを得意とし、尾を上下に動かしています。広々とした耕作地や水辺付近が彼らが一番好む生息地です。環境要素に影響され、鳥類の居留状況も時間により変わります。金門地区は自然度が高く、食料が簡単に取れるため、渡りをしない冬鳥もいます。カルガモ、シロチドリ、ミヤコドリなどは繁殖記録もあります。寒冷な東北季節風が緩和したと思うと、南風が後を追って到来します。海面上の暖かい空気と陸地の寒い空気が混じり合った後、スイムは金門を訪れます。このような季節は渡り鳥が北方へ戻る時期でもあります。地理位置より春の間はずっと金門は絶えず南方からコウドリの群れを受け入れます。これらの渡り鳥はここを途中の休憩地とし、短期的に体力を補充した後に生命の旅を続けます。北へ戻った鳥類のほとんどが羽替えを終えます。オス鳥は灰色が非常に鮮明になります。羽替えは移動するのに必要なだけでなく、もっと大切なことはメス鳥の目を引くことです。このような繁殖季節にしか見られない灰色は繁殖羽あるいは夏羽と呼ばれています。
アジサシ科は渡り鳥の中で最も注目されています。優れた飛行技術を持ち、種類も多く、とても魅力的です。焦げ茶と栗紅色の鮮明な対比は浜市議の一大特徴です。オバシギは浜市議族の中で体型が一番大きい鳥類であり、彼らはサルハマシギ、ウズラシギとともに泥地の渡り鳥の乗客です。シベリアオオハシシギは世界中で珍しい鳥類で 3,4,000 羽しかいませんが、金門だけで20羽近くの渡り記録があります。カラシラサギはコサギと非常に似ています。黄色いくちばしが主な特徴で、世界で4000羽しかいなく、保護鳥とされています。毎年春の渡り時期は驚きと期待に満ちています。めったに見かけない鳥類が現れ、共演の姿を見せた後、またすぐに去っていきます。4月以降、金門に約半年停留する冬鳥は、体内の繁殖情熱も温度に激発され、ハジロコチドリ、オオメダイチドリ、ハマシギも艶麗な灰色に羽替えし、北方へ渡る行列に加わる準備をします。チドリメシギ科とチドリ科鳥類は見た目は小さく弱そうですが、実は長旅の達人です。彼らは毎日浜辺でお腹いっぱい食べ、体重を急激に増加させます。脂肪を増やすのは旅のエネルギーです。カモ科の鳥類は壮大な体で色鮮やかな羽を持っています。北方へ戻る意志の表しです。灰色が真っ黒のオオバンはいつでも旅の準備ができています。春に北方へ戻る渡り鳥の中には、金門で繁殖する鳥もいます。この時期に金門へ戻り繁殖をする鳥類を夏のコウドリと言います。毎年4月の初めに扇段が水霧の中で満開になり、麦畑が出水した時に夏のコウドリたちの求愛行動の鳴き声が聞こえてきます。優雅な体つきのハリオハチクイは、はるか東南アジアから金門へ渡ります。ここが彼らが生まれた故郷です。彼らは田んぼの中でいろいろな種類の昆虫を捕らえます。トンボ、チョウチョ、セミ、そしてハチも彼らの食べ物です。ハリオハチクイは集団で営巣することを好び、砂場、海岸、砂丘では群れをなして行動をするのをよく見かけます。彼らは営巣の付近で交配を行い、巣穴を掘ります。泥と湖層で営巣するツバメは毎年同じ場所に戻り繁殖します。金門の人は服を運んでくれるツバメたちを喜んで迎えます。赤いくちばし、
まぶたの下の黒い輪、長い翼、ツバメの優雅な姿は忘れがたい美しさです。ツバメは5月に金門に到着し、すぐに繁殖期に入ります。彼らは耕作後の田んぼに産卵するのを好み、一面と広がる枯草と黄土が抱卵中の親鳥に良い環境を与えています。豊富な食料資源に惹かれ、サギ科鳥類は海岸沿いの樹林で営巣し繁殖します。レース状の飾り羽は小サギ、アマサギは塩嶺で鮮明な黄色の灰色で、目がオレンジ色、目先が紫です。これらの色はすべて結婚の準備のためです。各種類のシラサギは忙しく行き来し、領域の確保、営巣、抱卵、エバミなど、このような大変な日々もすべて群れを守るためです。渡り鳥以外にも、金門地域には33種類の竜鳥がいます。一年中ずっとここで過ごしています。進化の多様性から見ると、鳥類は最も成功したものの一つだと言えます。鳥類は高度の適応性を持ち、さまざまな環境を有効的に利用し、それぞれが違った生活を展開しています。カタグロトビはある一定の場所で飛行を停止するという技術を利用し、空中で獲物を容易に確保します。フックのようなくちばしから判断すると、肉食性の鳥類で食物連鎖の最上層であり、有効的にネズミ類の数量をコントロールできます。黄金ヒワのくちばしは短くて厚く、たくましい筋肉で操作し、種などのような硬い殻を噛み割れます。メスの黄金ヒワは先に噛み砕いた種を飲み込み、お腹の中で消化した後に幼鳥に与えます。一部の鳥類は機械主義者です。彼らの食性はとても幅広く、ムクドリ科の八花鳥、首輪ムクドリ、そしてカラス科のカササギなども代表的なこの種の鳥です。一つの水域環境の中で同時に何種類もの鳥類が住んでいる可能性があります。各種類の鳥類は違う役目を果たし、各自特有な生態地位を持ちます。カイツブリは潜水式で魚を捕らえ、ヒメヤマセキは半空中地点で翼を広げ、素早く水中に飛び込み魚を捕らえます。カワセミは枝の上で待機し、チャンスを狙って水面の小魚を攻撃します。鳥類はこのように役割分担をして、彼らの世界を分かち合っています。少なくとも1億5000万年の間、昆虫および鳥類は共に進化してきました。鳥類は植物に受粉を協力するだけでなく、種をまいたり、昆虫の数量を制御したりしています。私たちはこう言ってよいでしょう。鳥類は大自然の中で最も多彩であり、健全な生態環境の指標種でもあり、地球生態系の中で不可欠な生き物です。かつて鳥類の数量と種類で金門の美しさを検証してきました。金門はこれからも小さな海島として各地からの鳥類を迎え、
渡りの中継地、そして鳥類の故郷になることでしょう。